今日は10月の2日ですね。私の誕生日にこの葉山デニーズ森戸店に来ました。ちょうど、昨晩というか朝方まで爆弾低気圧がね通過してまして、海はすごい波だな、結構、これが英二郎灯台ね、それから穴島だけどね、すごいね。そして富士山がね、お、波が大きい、あ、ピタピタで来てるぞ。ああ、波は被らないと思うけどね。バーション空海。もう注意してますな。カメラがお願いします。富士山はここにね、少し見えますね。こういう感じで稜線だけが一部雲の間に、稜線が見えますね。で急速に晴れてきましたね。もう今日は最高、29度まで上がってきますからね、完璧に晴れるでしょう。非常に天気がもうはっきりしてる。爆弾低気圧になったりね、大荒れになったり、あっという間に綺麗に晴れたりね。今日は10月2日ですね。ここ葉山デニーズ森戸店ですが、爆弾低気圧が行った関係で今ですね、相当波荒れてますね。そして、先ほどから富士山が両方の稜線がくっきりと見えてまいりました。いい形だってましたね。こういう感じです。ああいう感じだってました。そしてこの名島の方がね、すごい波だから、これが夕日の灯台ですね。